上半身を反転させて、こんにちは、クロウです。クロウのフクロウ日記ホビー始めていきます。はい、今日紹介するおもちゃはこちら、タカラトミーモール限定トランスフォーマーサイバーバースメガトロンです。はい、こちらはトランスフォーマーのおもちゃのシリーズで、今展開しているアースライズとはまた別軸のおもちゃですね。ちょっとカートゥーンチックなデザインのキャラクターたちになっているおもちゃ、サイバーバースシリーズです。すでに海外では発売がですねされていまして、国内展開がまだだったんですが、トランスフォーマータカラトミーモール限定ということで発売されました。まずはですねメガトロンからレビューをやっていこうと思います。海外版のものはですね、じゃん、これもうすでに、レビューをしているバンブルビーのパッケージなんですが、こういう感じの派手めなパッケージになっているんですが、国内のものはですねこういう、これはメガトロのパッケージなんですが、オプティマスプライムも全く同じデザインのパッケージで、各キャラクターの名前の部分だけがですねシールで変更されているというような感じになっています。こういうキャラクターのイラストですね、今回は8名発売されるというふうな感じになっています。裏側にこんな感じで、これはバンブルビーのパッケージですが、オプティマスプライム、メガトロン、そしてショックウェーブにバンブルビー、そして、ホットロッドにグリムロック、アーシーとサンダーハウル、この8名が発売が決定されていて、しかもですねこの8名のおもちゃとともにですね、各このパーツがですね1つずつ入っていて、全部を揃えるとこのマカダムというですねキャラクターのフィギュアを完成させられるというような感じのシリーズになっています。国内では今回メガトロン、そしてオプティマスプライム、それからショックウェブの3体が先月末か、8月末に発売となりましたので、またこれも順次レビューをやっていきますが、今回はメガトロンのレビューという風になります。こんな感じですね、すでに開封して何回か遊んでいるんですが、なかなか素晴らしいですね。デラックスサイズのおもちゃではあるんですが、結構変形も複雑な感じになっていて、めちゃくちゃ楽しいおもちゃになっています。はい、セット内容こんな感じです。メガトロン本体と、それからビームのエフェクトパーツ、こういう風に分離できるようなものになっています。そしてマカダムのパーツ、上半身ですね、胸から上のパーツが付属しています。で、以前先に購入していたこれは海外版のバンブルビーですね。こんな感じ、バンブルビーに付属していたパーツはこちら腰パーツになります。これをこのようにセットするとこんな感じ、これで胴体が完成ということですね。で、一つずつ首や腕、足などをですね集めていけば本体全部完成するというような感じになっています。今このような感じになりました。はい、説明書こんな感じになっています。パッケージは違いましたが、海外版のものと同じ説明書なんだと思います。ロボットモードからビークルモードへの変形が書かれていますね。絵柄はまあ小さいですけど、一応まあ分かりやすくなっていたかなと思います。パッケージには変形工程数が書かれてませんでしたが、ここに24とあるので24ステップだと思います。はい、それでは早速ビークルモードへ変形させていきましょう。今回もメガトロンは戦車に変形します。結構変形ステップ数多いですが、見応えのある変形になります。ではメガトロントランスフォームということで、まずはフュージョンキャノンを取り外します。そして腕、肩の部分を前方に引き出します。そして中に入っているパーツを上に上げます。反対側も、そしたら位置を戻して腕をこっちに上げて、肩の中に腕を入れつつ腕をこっち側に L 字にします。こっちもですねこう向けてこう、そして拳を合わせて上の方に置いておきます。こんな感じ、ここ接続ですね。そしたら背中の部分、ここをガバッと開き、このパーツを展開、ここも上に上げます。そしたら
上半身、胸の部分で反転させます。こう。そしたらこのパーツを合わせて、さっき出した、肩から出したパーツと接続させます。腕はくっついたまま。これで上半身完成。そしたら今度は足。内側のパーツを外に出し、足を中に入れます。反対側も出して、足を中に入れます。そしたら足、太ももの部分で反転させます。そしたらこの膝の位置、これをガチッとこっち側に向けて回転させます。反対側もここで反転させて、ここのパーツを合わせます。そしたらこのサイドのミサイルボトを外してこっちに装着させます。こう。そしたら最後フュージョンキャノンを真ん中につけてビークルモード完成です。はい、メガトロンビークルモードこんな感じです。なかなかまとまったかっこいい戦車形態ですね。どっちかというと地球の感じの戦車ではなく、やっぱりサイバトロン製っぽい感じでフューチャー系な戦車になりますかね。ちゃんと顔も見えないし、なんとこれここにコロがあって、あとこっちにも合計3つコロがあるので、このままコロ走行で遊べるという素晴らしいですね。ただちょっとこの砲台の部分は回転しないので、その部分ちょっとですね、まあ遊びができませんが、なかなかかっこいい感じの戦車。ミサイルポート向きも変えられるし、これはもともとついてた足につけててもいいかもしれないですね。こんな感じ。そして付属のこのエフェクトパーツを使うとこんな感じとなります。はい、歴代戦車メガトロン並べてみました。こんな感じです。こっちはトランスフォーマーレジェンズの G2 カラーメガトロンですね。このショッキングパープルがかっこいい派手派手なメガトロンですね。これはロボットモード、ジェットモード、戦車モードに変形できるトリプルチェンジャーのメガトロン。ヘッドマスターのメガ様も乗っています。これ最高にかっこいいメガトロンですね。そしてこれは現在進行中トランスフォーマーウォーフォーサイバトロントリロジーの CG シリーズメガトロンですね。これも重厚感あってかなりかっこいいメガトロンですね。ちゃんと砲台も動きますし、最高のメガトロンです。そしてこれトランスフォーマークラウドのメガトロン、これ久々に変形させましたが、変形方法忘れていてかなり苦戦しましたね。かなりかっこいい。ちょっとこれは他のものよりもかなり正確性な感じのある戦車なのかな。ミリタリー感強い、SF っぽい感じではなくリアルっぽさのある戦車ですね。遺体の部分もちゃんとしてますし、面白いのがここのギミックちゃんガパッと開くんですね。これは侍っぽい感じのメガトロンで刀とか持っているんですね。ちょっとふにゃふにゃですが、最高なメガトロンとなってます。はい、ビークルモードこんな感じでした。では続いてロボットモードへまた変形させていきましょう。変形は、まあ、さっきの逆をやっていく感じですね。ミサイルポット戻して、足を分割、反転、足を出して入れる。足を反転、ここちゃんとロックがあるのでガチッとしてあげます。こう。前から見るとこんな感じ。そしたら、またここ、分割して、これを折り曲げる。そしてここを広げて、ここを閉じる。上半身を反転させて、ここ背中、ここもロックがあるのでちゃんと接続させます。こう。そしたらこの腕を出しつつ伸ばしてあげて元に戻す。腕を開いてこれを収納し元に戻す。こっちもまっすぐにして肩を出す。そして引き出して収納し肩を閉じる。あとはフュージョンキャノンを取り付けてロボットモード完成です。メガトロンロボットモード
こんな感じになっています。なかなかかっこいいですね。大きさ的にはデラックスクラスサイズなので、迫力はないですが、変形工程数もしっかりあって、トランスフォームし応えのあるものになっていました。顔の造形こんな感じ。アドベンチャー系なカートゥーンチックアゴ長フェイスですね。目の部分は結構しっかりめに縁取りされています。胸にはディセプティコンのインシグニアのプリント、細かな造形のところも丁寧に塗り分けされています。ごつめなフュージョンキャノンかっこいいですね。足にはミサイルポッドがあります。肩の造形いいですね。これドリフトっぽく後ろみたいに後ろの方にですね、流れてる造形かっこいいですね。今回はサイバーバースの中でもアクションマスターということなので、結構十分にアクションポーズが取れる可動軸が仕込まれています。首がボールジョイントグリグリ、腰も回転できますし、上半身ロックを外せば胸の部分で回転できるようになってます。肩の部分は引き出しギミック、水平方向もできますし、肘曲げて肘のところでロールもあります。しかも手首も回転できます。股関節が大きく動かせ、ももでロール、それから膝も大きく曲げられます。膝と股関節はちょっと緩めだったのでパーマネントバーニッシュで補強してあります。足首も前後、それから僕の大好きな横軸も稼働するので、もう本当設置性もいいですし、かっこいいポーズもできるようになっています。エフェクトパーツを使えばフュージョンキャノン発射形態演出できるようになっています。これ分割できるので、ここを取り外してピンがちょっとあるので、ここにつけて被弾坊主なんかもできます。フュージョンキャノン、ここの軸、これ手に持たせることができるので、ここ手首を回転させて前の方に持たせるような感じ。肩の引き出しギミックもあるので、こんな感じですね。実写メガトロンみたいな感じで前方に両手で構える感じで射撃形態することもできます。ビークルモードで並べ忘れてましたが、ロボットモードでサイバーバース、バンブルビー、そしてオプティマスプライム並べてみるとこんな感じです。大きさはほとんど一緒ですね。キャラクターごとの大きさの違いはなく、サイズ一緒になっています。はい、そしてさっきビークルモードで一緒に並べた戦車メガトロンたちです。ロボットモードに変形させるとそれぞれこんな感じです。大きさはやっぱり今回のメガトロンがかなり小さいですね。それぞれいろんなデザイン、キャラクター性のあるメガトロンになっています。このメガトロンいいですね。この笑顔感がちょっと爽やか、怖いくらいに爽やかです。こんな感じになります。はい、それではじっくり遊んできましたけれども、いかがでしたでしょうか。今回のメガトロン、ロボットモード、ビークルモードともにかっこよく、小さいながら変形工程数もしっかりあったので、トランスフォームも楽しめる楽しいおもちゃになっていました。タカラトミーモール限定発売ということなので、後追い購入はなかなかできないかなとは思いますが、サイバーバース気になった方はぜひチェックしてみてください。そしてやっぱり楽しみなのはこのマカダムの完成ですね。パーツが一つ一つ今後の発売のキャラクターに付属しているので、今後も続けて購入レビューやっていきたいと思います。はい、それでは今日紹介しましたのはタカラトミーモール限定発売、トランスフォーマーサイバーバースメガトロンでした。はい、それでは今日の動画は以上となります。この動画に関するご意見ご感想をぜひよろしくお願いします。皆さんからの感想をめちゃくちゃ待ってます。よろしくお願いします。では今回もご視聴ありがとうございました。またぜひ次回もご覧ください。クロウでした。さよなら、バイバーイ。